第七章、一節から六節。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の計る計りで測り与えられる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。兄弟に向かって、あなたの目からおがくずを取らせてくださいとどうして言えようか。 自分の目に丸太があるではないか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。神聖なものを犬に与えてはならず、また、真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、剥き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。七節から十二節。求めなさい。 そうすれば与えられる。探しなさい。そうすれば見つかる。門を叩きなさい。そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、門を叩く者には開かれる。あなた方の誰がパンを欲しがる自分の子供に石を与えるだろうか。魚を欲しがるのに蛇を与えるだろうか。このようにあなた方は悪いものでありながらも、 自分の子供には良いものを与えることを知っている。ましてあなた方の天の父は求めるものに良いものをくださるに違いない。だから人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ立法と預言者である。13節から14節狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、 そこから入る者が多い。しかし、命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。十五節から二十節。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮を身にまとってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨から葡萄が、 あざみからいちじくが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が悪い実を結ぶことはなく、また、悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このように、あなた方はその実で彼らを見分ける。二十一節から二十三節。私に向かって、主よ。 主よという者が皆天の国に入るわけではない。私の天の父の御心を行う者だけが入るのである。かの日には大勢の者が私に、主よ、主よ、私たちは皆によって予言し、皆によって悪霊を追い出し、皆によって奇跡をいろいろ行ったではありませんか、と言うであろう。その時、私はきっぱりと行為を。あなたたちのことは全然知らない。 不法を働く者ども、私から離れされ。24節から29節そこで、私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り、川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、 砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り、川が溢れ、風が吹いてその家に襲いかかると、倒れて、その倒れ方がひどかった。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに非常に驚いた。彼らの立法学者のようにではなく、権威ある者として教えになったからである。